今日は普段京都立花がやっているトレーニングを紹介したいと思います基本的にはパスアンドコントロールからハンダのトレーニングっていう風に進めていきたいなと思っております基本的にはボールの止め方置き方ボールの質にこだわったトレーニングをしていますのでそこを中心に今日はトレーニングを紹介したいなと思っておりますそれでは鬼ごっこの説明をします彼が鬼で 1>, えと1人を指名しますで指名された人しか、えー、鬼はタッチできないのでそれを追っかけます、えー、じゃあでもね立成、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり,ゆっくりで追っかけるとこう逃げるので,でその、えー、追っかけるライン上を次行ってみ、はい、通過したら今度は前を通過した選手を追っかけなければいけないというのがルールです、はい、じゃあちょっとやってみましょう行くで行くで ジョギングぐらいだやろうかジョギングぐらいで,らいで赤座ひろきひろきひろきアウト出たらアウトはいひろきアウト、はい行きますちょっといくよちょっと上げていくよはい <laughs> え孝、ー、太郎 <laughs> おっほんま怪しななはしいな,怪しいなはい,怪しいなはししなはなはやしかかって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  行く、行く、行く、アウトはい、はい、それでポイントは、えー、他の追っかけられてる選手を見てるんじゃなくて他の人がどん,どんどんその前のところにか,かっていってどんどん通過していくたくさん通過することが大事で鬼の足を止めてしまうっていうのが、えー、ポイントですいきますアウザ いくいく、いく、そう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 えいはいストップはいジャンプ5回ジャンプ5回これ成功例ですはいっていうふうにして鬼をかく乱するっていうのがあ狙いでやりたいと思いますステップワークが重要になってくるので追っかけられても逃げるいきます画面